ですよ。急だね。プールしよう。プールしようってどういうことで、どうやってプールすんの。そんな初めて聞いたみたいなこと言って。そういう体じゃない。一緒に100均行ったじゃん。初めてみたいな言い方して。行ったわ。行きましたよ。買ってきたよね。そうそうそう、浮き輪と、うん、水風船。そう、まあ今年もっていうか今月も、うん、延長になりまして。そうね、もう俺今年はナイトプール行く予定だったのに。なんでナイトプール行くんだよ。綺麗じゃん。みんな出会い求めてんじゃん。違う違う違う、みんなナイトプールでさ、うん、インスタのストーリーで上げてんじゃん。こうやって上げてるじゃん。逆ピースこういう。そう、俺もしたかったんだけどできないから、今日は、うん、お家のお風呂で、はい、それを実現しないけどプールをプールを、うん、しましょうか。暑いしね今日ね。そうなんだよ。終了。さあ、というわけで、はい、早速、うん、浮き輪を膨らませたり。そうね、あとで水着に着替えて、うん、やろうと思います、うんうん、思ったよりさでかそうでさ、どうやって膨らまくそうかと思ってはいる。おお、くちくち。肺活量自信ある。なあ、まあいっか。うん、父ちゃん任せよ。何このパリピな遊び。ねえ、ちょっと面白そうじゃない。うん、ちょっとなんかこれ水を膨らましてやるんだ。水入れて膨らましてやるんだ。水風船だよね。なるほどね。よし、やろうか。一度に100個できるってやつ。うん、これ膨らます。とりあえずそうね、うん、膨らまそう。うん。てか俺髪なんか変じゃない。大丈夫。だってさ今日さ美容室行ってきたんでしょ。今日美容室行って、でその後昼寝しちゃったから、ね、昼寝したから、ちょっと今日髪型がおかしくてさ。ちょっと俺も寝起きの顔してるかもしれない。かっこいいよ。ありがとう。やってるよ。あれ、え、小さいな。え、小さい？入る？だって入るでしょ。え、だって入る、小さいでしょ。これ子供用？え、入らないよね。実際の海で使わないからいいんだけどさ。まあね。小さいよね。小さいかな。まあいいや。うん。いくよ。うん。の。待って。これで終わりっぽいんだけど、ここ。あ、そうだね。で、うん、あと半分どこにあるの。あ、そういうことね。俺のここ一番っていうのはもうこんだけしかないんだ。しょうちゃん、あ、しょうちゃん残りここ。疲れたら言って、俺も変わるから。かわいいしょうちゃん膨らましてるところも。もう隠れてるよ顔が。ああ、かわいい顔が。疲れた。かかが隠れちゃってるよ。疲れた。カシャミ。おお、いいね。あ、いいじゃんいいじゃん。オッケーオッケー。あと1回ぐらいかな。ありがとう。よっしゃ、浮き輪完成。きつい。よし。うわ、完成しました。ひょにょ。膨らませるか心配だったけど意外といけたね。あ、待って、こんなもんかも。こんなもんでしょ。こんなもんよ。そうそう、こんなもんだ。多分抜けなくなるけど抜けれる。あ、でもそうだね、こんなもんだね。怖い怖い。てかすごいな、なんか全然使えるじゃんね。全体見せてみる。こんな感じ。うん。へぇー。よし、じゃあ次どうするか。もう水ためようよ、お風呂に、うん、あ、洗わなきゃ。お願いします。よし、やりましょうか。え、しっかり洗ってくれた前。はい。かわいい、アヒルが。後でさ、うん、水着早着替え選手権しよう。
いいよ。どっちが早く着替えられるかっていう、オッケー、一大イベント、年に一度お前年に一度の毎年恒例の毎年恒例、初めてだけど今回どうすんの、あの真水、いやさすがにそれは寒いよね。いやもうお湯だよ、お湯。あ、お湯なの？いやお湯ですよ、もう。え、じゃあ湯、ちょっと待って、超ぬるめにしようぜ。そう、いやお風呂、お風呂。え、プールじゃプールじゃないのかよ。いやダメなの。いやここ今の喋りも映してダメなの。あ、そうなの。あれでしょ、だって熱湯風呂とかもさ、うん、熱湯じゃないとかさ、いやもうそんな夢ぐらいだから、夢を壊すようなこと言うのやめて。だから今ここを映しちゃダメなの。さあ、お風呂も、お風呂って言っちゃった。違うよ。プールだから、プール。プールも湧いたということで。プールも湧いた。水着に着替えますか？着替えましょう。ね、水着がさ、一個しかなくてさ、うん、捨てちゃったの忘れてたんだよね。もう履かないと思って。だから一人はちょっとこの短パンで、はーい、入りたいと思います。はい、どうすんの、もうここで早着替えとかしたらあれよ、フルチンとか見えちゃうよ。いやだ、それはダメだよ。うん、あれちゃんとモザイク処理してくれる。一人がそこで着替えて、うん、あ、隠しとくの。うん、あ、すごくない、このアナログのやり方、うん、どうですか。いいよ、バッてやんないってなるやつね。うん、じゃあまず俺こっちでいい。うん、じゃあ俺体温測るよ。いいよ。え、これ下だけでいいんでしょ、上これまま俺これ着たこうかな。そう、すいませんがちょっと水着姿って言って、あの上半身はちょっと僕らはいろんな意味でちょっと、ね、NG なんで。いや、いろんな意味で、ね、多分ね、そうね、ちょっとあんまその、そうそうそう、まあ需要は多分そこまでない。そうそう、見せられるあれじゃないから。そうですね、はい、はい、じゃあタイマーで俺は測りたいと思います。はい、ちゃんと隠しておいてくださいね。終わりっつったらこうするからね。うん、じゃあいきますよ。はい、せーの、スタート。あっ、汗ね。あっ、ひも、紐が。はい。はい。29.28秒。いや、意外とかかったな。紐いいじゃん。あ、いや、あとさ、なんか紐。まあいいけどね。いつ買ったやつ、これもうだいぶ昔に買ったやつかもしれない。よし、はい、じゃあ次僕がやろうかな。うん、29秒でしょ。うん、じゃあこれ15秒以内にしようかなと思うんだけど、うん、15秒過ぎたらもうパッてやっていい。オッケー。あ、怖い。じゃあいくよ。はい、よーい、スタート。早い。え、12秒25。いや、こんなもんですよ。いや、すごいね。こんなもんじゃないの。いや、俺のなんかさ、紐が最初からキューってなってて、なんか、腰いけない。はい、いいわけです。じゃあ、ちょっと、うん、入りますか。入りましょう。イエーイ、よし、いくぞー。イエーイ。あー、わ、わんぱく小僧だな。じゃあ入って。おお、わあはははわあはは。どれどれどれ、ちょっとこれね。いいよいいよ。狭すぎるでしょ。あ、俺こっち側に座ろう。どこ、意味ないじゃん。意味あるわ。だってほらこっちもさ、なんか今のでさ、ちょっと若干プールみたいになってる。何よ、どういうことよ。一緒に入んなきゃ、プール。狭いでしょ。狭いけど、いや俺ね、これをしたいのよ、これを。とりあえず、おうおう、これをやってみたいの。ちょっとさ、お湯でしてくれる。お湯、あ、水車マンになっちゃう、水車マンになっちゃう。勢いが大事なんかね。
おおすごい、おお冷たい、見えてる見えてる見えてる、冷たい冷たい、あー冷たいよでもさ、え、それでどうなん、あ、いいんじゃないですか、こんなもん、うん、見えないけど、うわー、でもね、これもうどんどんね、抜けてってんのよ。これさ、こう入れるじゃん、入れるじゃん、はい、こう抜かない、ほら、あ、うわこういうことよ、ほら、これ入れちゃうって、うわなんかでも思い出してきた昔こういう、うん、この CM で思い出した、確かにそうしてた、ブルンブルン撮って、そう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 、そういう仕組みよ。ここ入った方がいい、座ったりできる、あ、いいや、わあわあこれぶつけ合うんだよね、本当は。そうよ、うわぁ、容赦ないうわぁ、うわぁ、優しい、これは怖いよ、うわぁ、あぁ何らしよ、プールといえば何、プールといえば、うん、何だろうね、素潜り、はい、素潜りチャレンジする、いや僕は無理、あ、いや、いや、泳げないんだっけ、もう潜るの苦手、あ、そうなの、そうだったんだ、いや怖い、あなんか変な感じがする、その服着たままお風呂、ね、お風呂じゃない、お風呂じゃない、ここは今プールだ、ここはプールなんだよ。そしたらさ、俺さ何秒潜れるかするからさ、測っといて、潜れるかな、潜れるの、潜れるよ、だってここプールだもん、いやいやいや、そうだけど、ちょっとショーちゃん一回出ていいよ、うん、いいよ、え、大丈夫、自分でペース上がってよ、上がってきてよ、もちろんもちろんもちろん、それは死にたくないからさ、はいはいはい、行くよ、うん、あのカウントダウン、無理し、え、本当にいける、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 あ、じゃあ俺昔多分記憶だと潜水で25メートルとか行けた記憶がある、嘘かもしれない、で、いいよ、よーい、へい、スタート、思ったより苦しかった、あ、ほんと、もうやめてやめてやめてでさ、せっかくプールだからさ、え、なんか楽しい、でもなんだろう、なんかさ、うん、風船が浮かんでるだけでも楽しいけど俺楽しい、なんかくだらないけど楽しい。あばかかってないでしょ。あ、やめろ、やめろ。お前なんかプロってきた。もうなくなっちゃうよ。ひょうにょ。なんか上手くなってきた。割るのに。これサムネイル残しとかなくていいの？ああ。まだまだあるけどね。うん。サムネ用です。
たらの状態。うん。かわいい。